余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ、妖精ちゃん。伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。あの巨人は僕らに興味を示さない。ひたすら目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して壁上への撤退ルートを確保しよう。の興味が僕らに向いたら困るだろ。生存は絶望的だと思っていたのに光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。その巨人は他の巨人を攻撃してくれる。倒してしまえば僕らが窮地に立たされるぞ。わかんだよ。本部に集まれたのはザンのおかげだ。やっぱり指揮役に向いてるんだな。本部周辺の安全は確保できたかな。